ピエモンテのブドウ畑の景観、ランゲロエロとモンフェラートは、ユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つであり、イタリア、ピエモンテ州のポーガワ、タナロ川流域のブドウ栽培地の中でも、バローロ、バルバレスコ、アスティスプマンテといった最高級イタリアワイン生産地の文化的景観を対象としている。2014年にイタリアの世界遺産としては、50件目の登録となった、 物件である。イタリアワインは、スペインワイン、フランスワインとともに、世界的に見ても特に生産量が多い。ピエモンテ州は、イタリアの全20州の中で7位と、生産量の面で結出しているわけではない。しかし、その生産量の80%が、DOC ないし DOCG という点に特色があり、DOC および DOCG の栽培面積は、 イタリア最大となっている。世界遺産になっているのは、そのピエモンテ州のタナロ川東岸のランゲ地方から、西岸のロエーロ地方にかけての一帯、並びに、モンフェラート地方に広がる、ブドウ栽培地形5県と、白1県である。構成資産は以下の6県である。ID、英語名、面積は、世界遺産センターの公式のもの、干渉地域、合計面積、 所在県名は、アイコモス2014、イタリア語名と日本語名は、地球の歩き方に、それぞれ異拠した。干渉地域で、A とあるものは、同じ範囲を示す。001-002-003-004-005-006、ピエモンテ州内における、構成資産の所在地早朝の霧に覆われた、ランゲ地方の熱病ロバタケランガもランゲも、ピエモンテ語では、ある種の丘を意味する。 南下地方はアルバの南に広がる丘陵地帯で石灰岩の土地がデードに覆われている。バローロはコムーネの名前であるとともに、その一帯で生産される最高級ワインの名前でもある。バローロは19世紀にワインの王であり、王のワインと称えられた赤ワインで、今なおイタリアワインの王と位置づけられる。バローロに使われるブドウはネッピオーロで、その名は霧に由来する。 ブドウの花火痢を覆うブルームが霧のようだからとも、霧の出る時期に収穫するからとも言われる。いずれにせよ、収穫前の熱病炉の畑は霧に覆われ、幻想的な光景を作り出す。ワインは愛好者の観光地となっており、村内の城はかつてファレッティ男爵のものであった10世紀建造の城で、現在はワイン博物館があり、ワインオープナー博物館及び州立への低下が隣接する。 構成資産として特筆されるのは、バローロを生み出す一体のブドウ畑が、ピエモンテのブドウ畑のエンブレム的な部分を構成している点である。グリンツァーネ・カブール上グリンツァーネ・カブールは、イタリア統一運動で重要な役割を演じることになるカブール伯爵が、それ以前に主張を務めていたコムーネである。カブール伯爵は、イタリア統一の功労者というだけでなく、ワイン生産に関して、 新技術の導入を推進した人物でもあった。その近隣に位置するグリーンツァーネカブール城はかつてカブール伯爵の居城であったが、現在は民族学博物館になっており、伯爵の私物が残されているほか、寝室、食堂はカブール伯爵が使っていた頃の様子が再現されている。 グリーンツァーネ・カブール城そのものと周辺のブドウ畑が世界遺産の登録対象になっている。それらが構成資産に含まれた理由は、この城は19世紀において、ブドウ栽培やワイン製造の技術改良が行われ、品質の向上に寄与した場所だという点にある。城には修立上の低下が併設されているが、 これは1967年に設立された最古の修理への低下である。バルバレスコ・バルバレスコは、バローロ同様、ランゲ地方に属するコムーネの名であるとともに、最高級ワインの名にもなっている。バルバレスコ村とその近隣コムーネで生産される、バルバレスコは、バローロと並んで、ピエモンテのワインを代表する名品とされているが、生産量は、バローロの半分程度である。 バローロと同じように、熱皮オーロ種から作られるが、その味わいは、バローロに比べて繊細であるとか、エレガントであるなどと評される。バルバレスコ村は、海底が隆起してできた丘の上にある村で、村から眼下には、ぶどう畑が一面に広がる。修立税の定下は、かつて教会として使われていた建物の中にあり、当時の天井画などが残る。この世界遺産に含まれる、 ブドウ畑景観の中では、バルバレスコの丘陵地が面積最小だが、隣のネーベ村の中世建造物群や古いワイン、醸造施設など、歴史的建造物群も含まれる。中世の塔が残るニッツァ・モンフェラート市庁舎、バルベーラは、ブドウの品種であるとともに、それから作られるワインの名前である。バルベーラは、モンフェラート地方が起源とされるブドウであり、 ピエモンテの赤ワインの半分ほどがバルベーラから作られる。そのかなりの部分は DOC であり、バルベーラダスティのように DOCG になっているものもある。ニッツァモンフェラートはなだらかな丘陵に位置するコムーネでバルベーラの育てられているブドウ畑に囲まれている。世界遺産としてはそのブドウ畑だけでなく、ニッツァモンフェラートがバルベーラのワイン販売と結びつく。 歴史的な市場長であり、ドウ栽培に関連する地域の伝統を伝えている、点も特筆されている。ニッツァ・モンフェラーとの目抜き通りには、中世を忍ばせる歴史的な建造物が並んでおり、中立への低下もその通りにある。カネ・リア・スティスプマンテは、モスカート酒を使ったスプマンテである。アルコール度数が低めで甘口のため、女性にも人気があり、国際的に知られている。 もともとアスティ・スプマンテは、フランスのシャンパーニュ地方で、シャンパンについて学んできた、カルロ・ガンチャが、1850年代以降に作り上げた、ものである。ガンチャはそれを当初もスカート・シャンパーニュと命名したが、かつては、貧乏人のシャンパンなどとと言われることもあった。しかし、1993年には、スプマンテの中で最初に、DOCG に格付けされ、 モスカートダスティと合わせたアスティとしての生産量は DOC 内し DOCG に格付けされたワインの中ではキャンティに次いで多い。その75%以上がドイツ、アメリカ合衆国などの国外向けである。そのアスティスプマンテの主な大工場が集中しているコムーネがカネッリなのである。カネッリはカルロガンチャがガンチャ社を設立した町であり、丘の上には ガンチャ家の居城がそびえる。その城は見学不可だが、町にはカンティナガンチャをはじめとする各社の醸造所が並び、地下には総延長2 0トルのワインセラー、通称地下大聖堂が広がる。修理への低下が置かれているのも、この地下大聖堂内である。世界遺産の構成資産としては、ワインの生産、流通、貯蔵の点でピエモンテを代表する。 建造物群を要する点や、ガンチャの居場が19世紀ワイン醸造業者の経済力を伝えている点などが評価されている。オッティリオのインフェルノット・インフェルノットとは、モンフェラート地方、特にバルベーラ・デル・モンフェラートの生産地域に見られる、岩盤をくり抜いた地下のワインセラーのことで、醸造所の地下だけでなく、住居の地下にも見られる。モンフェラート地方自体は、アスティ県から、 アレッサンドリア県にまたがり、ピエモンテのワインの半分ほどを生産する広大な地域で含まれるコムーネの数も200ほどにもなるが、世界遺産登録対象は最初の推薦時よりもかなり絞り込まれており、この構成資産も範囲内の主要な存落は6つだけ、その中心的なコムーネは丘の上にあって、歴史的街並みを要するビニャーレ・モンフェラートとモンテマーニョである。 構成資産としては、農業景観だけでなく、栽培業者の住居やインフェルノットも評価されている。この物件が、世界遺産の暫定リストに記載されたのは、2006年6月1日のことであり、最初の推薦は2011年1月21日に行われた。その時点では9件の構成資産が推薦されていた。しかし、世界遺産委員会の諮問機関である。 国際記念物遺跡会議はいずれの価値の証明も不十分であり、厚生資産の練り直し自体が必要として登録延期を勧告した。第36回世界遺産委員会でも登録延期と決議された。この時点では、厚生資産の栽培景観や建造物の説明よりも栽培技術やワインそのものの説明に力点が置かれていたという。イタリア当局は 構成資産を練り直し、6件に整理、再編した上で2013年1月30日に再推薦した。この推薦では、各時代や、ぶどうの品種の多様性を代表する資産であることの、証明に力点が置かれていた。これに対しては翌年、アイコモスも顕著な普遍的価値を認め、登録を勧告した。第38回世界遺産委員会の審議でも、委員国からは、 そこで生産されたワインを飲みたいといったコメントしか出ず、一切のいろんなしに登録された。この物件は、イタリアの世界遺産として50件目であり、一国の世界遺産が世界で初めて50件に到達した、節目の登録となった。その点については、議長からも、祝意を表明された。この物件の正式登録名は、英語、ビミヤードランドスケープオブピードモント、ロンゲイ。 ロエロマンフェロト及び、フランス語、ペイス・ジュビタクル・ジュプアメント、ロン・エイ、ロエロ・イ・マンフェロトである。その日本語名は、以下のように、少々の揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。